こんにちは、鉄道博士だよ。というわけでね、高崎から新幹線と在来線特急のスーパー北斗を乗り継いで、JR、札幌駅で、降りたわけです。でこの札幌駅近くのホテルにね、スーツケースを置いてきまして、このすぐ近くにね、この地下鉄の札幌駅、地下鉄の札幌駅っていうのは札幌を漢字じゃなくてひらがなでね書くんですけども、まあ、この地下鉄の札幌駅の方に行っています。はい、料金表はね、まあ、このような感じになっていて、まあ、初乗りで210円というふうになってますね。でこの札幌市営地下鉄南北線のですね、札幌駅から一駅、でですね、大通駅までね、移動ということになります。札幌市営地下鉄っていうのはね、ゴムタイヤなんですよね。あのカナダとかね、まああいうところで見られるのと同じような感じで、まあゴムタイヤですので、まあ鉄軌道よりはね、まあ鉄輪式の地下鉄よりは、まあ正直あのエネルギー効率は良くないです。摩擦がね大きいので、まあですけれどもやっぱりその寒冷地仕様っていうかね。まあ、非常にその寒いところでは、まあ、その燃費が悪くなったとしてもね、このグリップが重要ということなんですよね。ただいま停車中の電車は松本線行きです。一番ホームから松本線行きが発車します。ご注意ください。松本線行き発車します。閉まるドアにマコマナ行きの列車が出ていったのでね、まあ、線路じゃないんですけど、まあ、軌道の様子をですね、見てみるとこのような感じで、まあ、通常の地下鉄とはね、大きく異なっていることはよくわかるかと思います。ね、鉄軌道式の、まあ、普通の鉄道とは、まあ、だいぶ違う軌道ですよね。まあ、ちなみに一番この右側に走っているのは電気を、ね、流している、まあ、第三基準方式なんですよね、ここはね。はい、札幌市営地下鉄の南北線、大通駅で、下車しました。まあ、たった一駅なんですけどもね、札幌駅からは。で、南出口で、降りるわけですね。南出口の改札を抜けて、すぐ近くの出口を出ますと、札幌市電の、まあ、路面電車の、まあ、停留所がすぐ近くにあるということなんでね、まあ、ここで、モバイルスイカをタッチして、改札の外に出ます。こんな感じでね、大通駅、地下鉄の大通駅と直結しているビルの階段を上がるわけですが、まあ、このビルなんかね、多分1970年代ぐらいに建てられたんじゃないかなって思うんですけどね、まあ、ちょっとその辺の事情に詳しい方がいたらぜひ、コメント欄にでもね、教えてください。で、ここからですね、この道に出るんですね。この道が左の方に行くと札幌駅なんですけども、で今この道路を、ね、南に向かって、歩いているわけです。でこの左側にパルコが見えますでしょ、左奥に。でこのパルコのある交差点、ここでね、まあ、この札幌市電路面電車がですね、まあ、環状運転をしているんですけれども、まあ、この交差点で90度曲がるということでね、まあ、ここはまあ市電のビューポイントでもあるわけです。交差点の横断歩道を渡りまして、現在この画面では西側を見ています。このパルコのある交差点のところから西側を見ています。で現在、こちらに向かってくる電車はですね、環状運転をしている札幌市電の外回り電車です。
この外回り電車がですね、まあ、こちらの、まあ、停留所から乗車および降車することができるわけなんですね。いやまあなんかこれ板車ってよくね、痛い車って書く板車ってねあるじゃないですか。秋葉原とかね、まあ、そういうところに集まってますよね。なんかそれに似たなんかこれは何でしょう、スノーミックって書いてあるのかな。で確かにその配信してる人たちも この電車はね、路面電車で、まあ、現在、まあ、この都電荒川線の多くの区間とは違って専用軌道ではなくて、まあ、通常の金剛交通の道路を走っているわけなので、まあ、交通信号にはですね、従うわけなんですね。なので、まあ、歩行者とかね、まあ、そういうのを優先する、まあ、そういうタイプの電車ですね。でこちらの電車が、内回りの電車ですね、パルコのすぐ前に、内回りの停留所があります。はい、パルコの前の停留所から内回り電車がね、出発をして、まあ、次の停留所に向かいます。まあ、このようにね、なのでこの外回り電車のある、このね停留所のあるところ、この西4丁目っていうね停留所なんですけど、まあ、その前はね、この内回り電車の乗降口はないようなんですよね。はい、こちらが外回り電車の西4丁目、停留所です。でここからね、札幌市電外回り電車、まあ、環状運転をしておりますので、まあ、一周が約45分ぐらいなのかな、まあ、かかるそうなんですけれども、まあ、乗ってみたいと思います。まあ、結構ね、まあ、古めかしい感じの路面電車がやってきました。で、この運転手さんのね、いるところからこっちが出口、前が出口なんですよね。ワンマン運転ですので。で、乗客は、この、運転手さんの、ね、すぐ、近くのところではなくて、後ろの扉から中に入ります。で、料金はですね、1回あたりの定額料金なんで、まあ、どのぐらい距離を乗るかっていうね、その距離に比例した料金ではなくて、で料金を支払うのは降りるときです。降りるときに IC カード乗車券をタッチするというやり方なんですね。で、まあ、一周定額なので特にその乗るときに何か紙を受け取るとかそういう必要はないわけなんですよね。はい、西4丁目、停留所、こちらの方はね、まあ、地下鉄の大通駅の、まあ、すぐ近くですので、この市電から降りてきた、お客さんがね結構多かったので、まあ、このね西4丁目停留所から、まあまあね、結構その十数人乗ったわけですけれども中は空いていますね。停留所と歩道との段差にご注意ください。你好，龙明吗？啊，是龙明啊。拜拜。
外回り電車から見る内回り電車です。それにしてもね、この北海道、札幌のみならず観光客多いですね。南に向かっていたこの外回り電車がこちらの交差点で右折をして、西に向かっていきます。このねマクドナルドのある交差点ですね。このようにね、環状運転を行っています。現在ねこの内回り電車とすれ違いをしています。このように環状運転がねなされているので、利用しやすい札幌市内路面電車です。この辺りまで来ますとね、商業地ではなくて住宅地なんだと思います。外はね、真っ暗ですよね。こちらの交差点で、また右折をしてですね、内回り電車とすれ違いましたけれども、で、北に向かうわけですね。この辺りまで来るとね、この電車の中もガラガラで、ね、人口密度も低い感じがしますね。で先ほどね、もう一度電車は交差点で右折をいたしまして、今度はね、東に向かって、この電車に乗った停留所である、西四丁目、停留所に戻ってきたわけです。このね西四丁目停留所に近づくにつれて、乗客の数が増えていったということでね、この住宅街を走っていた時とはだいぶこの混み方が違う様子がお分かりいただけるかと思います。で、こちらの停留所で降りた方のほとんどは大通駅からですね、地下鉄に乗るということがね、考えられますので、このようにちょっとね降りる時も、一人ずつ料金を、タッチするなり、現金で払う人もたまにいるかもしれないですけども、一人ずつね、乗車料金を払うという形になってますので、外に出るまではね、1分ぐらいかな、待つ必要があります。西四丁目停留所ですね。札幌市電、環状運転をしている、札幌市の路面電車、札幌市電の西四丁目停留所で、モバイルスイカをタッチして、下車します。西四丁目停留所です。先ほどのね、パルコがあった停留所ですね。戻ってまいりました。先ほどはね、札幌駅から大通駅まで地下鉄を一駅乗ってきたわけですけれども、こちら、大通からね、
ホテルまでは袋は歩いて帰りたいと思います。それではね、鉄道博士が札幌市電に乗ってみました。鉄道は最高のエンターテインメント。鉄道博士、チャンネル登録よろしくね。